はい今回は東京都水道局がベオリアに民間委託した謎について考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、麻生太郎が支持役麻生太郎の背後には国際金融資本家がいるっていう話でまあ、ちょっとこの話がですね少し前から注目されているんですが、えー、かなりまあ難しいところもあるんですが色々調べて分かったことをお話し,していこうと思います今回もよろしくお願いいたします まあちょっとですね、まあ、政治家の、まあ、名前も出てくるんですが、まあ、最初にお話ししますが、まあ、僕はあの令和の山本太郎さんを応援してるんでね、まあ、山本太郎さんの話がで出てきて、まあ、山本太郎さんはやはり日本国民のことを考えてくれるなと、本当、思う、えー、まあそのようなことを感じるところです。あともう一人ですね、えー、この少し前のね、東京15区の補選で、いろいろ言われていた翼の党の黒川さんっているじゃないですか、黒川敦彦さん。 あの方もでですすねいいこと言ってるんですよだから今回の話っていうのは別に山本太郎さんがどうこうではないし黒川さんがどうこうではないし。 政治的な、ね、考え方、まあ、それこそイデオロギーとか、右左とか、そんなことではないんですよ。誰が本当に悪いのかと、そしてそういったことについて、真剣に語っている政治家は誰なのかっていう、そういったことも含めて、いろんな角度から考えていきます。内容が難しいので、でもちろん悪いのは麻生太郎、売国土中の売国土です。でさらにその後ろには国際金融資本家がいるということです。でま、ずですね、 山本太郎さんについて分かっていることがあるので山本太郎さんの件からお話ししていきます。 あのこの日本のです、ね、水道を、まあ、外国会社に売り払うというのは今からもう5、6年前、6、7年前から話題に出ていたんですね。日本があ、ね、リスクの高い、まあ、アメリカの株を買っているあるいは日本国民がそういったものを買わされているというのが、まあ、5、6年前からあったんですがすでにこの5、6年前から日本の水道をです、ね、このベオリアっていうのに狙われていたということなんですが。 5、6年前から山本太郎さんは、この水道がベ,アベオリアに買われるっていうことを言及していたんですよ。で、当たり前の話ですが、日本の水道があね、外国外資に売られるっていうことは、本当にこれってのはまずいんですよ。日本国民が国内で生活していけなくなるからです。水道をですね、国の管理のもとであれば問題ありませんが、 それ例えば外資系企業になるとどうなるのかっていうと利益を最優先しますから国民がですね水が高いって言っても安くすることもないんですよねで例えば今っていうのは、まあ、今は分かりませんけど国内のみ水が安全っていうことでね その安全性が下がっていっても、それも関係ないですよ、すべて利益重視になりますから、そしてその犠牲になるのが国民という、そういった、ね、非常にまずい構造なんですよ、そういったことを考えて、それに異議、異論を唱える政治家こそがまともであると思います。だから例えば考え方、イデオロギー、なんとか左右っていうのはあるかもしれませんが、じゃあ例えばこれ山本太郎さん、この、ね、日本のインフラですよね、それを外国に売ることに異議、異論を唱えていたまともな政治家じゃないですか、僕はそう思いますよ。 で麻生太郎っていう売国土中の売国土が出てきますが、まあ、その中に、その翼の塔の黒川さんっていうのも出てくるんで、ちょっとまあそのことを考えていきますね。で、まあこの麻生太郎がね、この外国外資に日本の水道売り払ったんですが、まあ麻生太郎っていうのは本当にひどい人間なんですね。麻生太郎なんか、城南半分で支持する人いますけど、僕には意味がわかりません。閣下とかっていうんですが、何がおかしいんだって思いますけどね、この,この売国土って。うん で麻生太郎はいいとかって言うんですが、何が意味が分かりません。このまず水道を売却したっていう件も、外資に、ねえー、売却したという件も意味がわからないし、麻生太郎っいうのは日本を有事に導こうとしてるんですよ、台湾有事は日本有事だとかって、そうやって煽りを入れてるわけじゃないですか、日本を有事に向かわせる人間、あるいは日本のインフラを外国に売り払う人間、何をどこをどうやって支持するのか、意味が分かりませんよ、僕は、は僕一味でも支持しませんからね、さっさとやめろと思います。 うん、もう国民にとってマイナスしかないじゃないですか、閣下とかね、うんで、そういうことを言ってなんか、笑ってる人も僕は疑問ですよ、だって日本がそうやって国民がですね、えー、追い詰められてる状況に来てるにもかかわらず、閣下、閣下とかね。うん だからそれがまあ言うなれば悲しいことで,ですけど、日本国民の民度の低さであると思います。こういった、う知らないのかもしれませんね、そもそもね、日本の水道があその外資に売られてるってことを知らず、えーその、そういったことでカッカカッカとかって言ってるんで、もう話に僕はならないと思いますで。当たり前ですが、日本国民っていうのは水なしに生きていけないわけじゃないですか、その要するに日本国民の、ねえー、ライフラインとも言える、その水道を外資にう売り渡していいわけがないでしょ。 うん、麻生太郎、を辞めさせないといけないですよ。で、この水道事業を麻生太郎で後で出てきますが、この経団連の人間も金儲けの道具にしてるんですよ。うん、日本国民の安全健康ね。そういったものと、自分たちの金儲け、自分たちを金もよ金儲けとってるわけですよ。許せるかって売国奴があって、そう思わないのかなって僕思うんですよ。別にそんな難しいこと言ってないじゃないですか。 で例えば、これかなり前ですけど、2022年4月30日の投稿っていうのがあるんですが、これは東京ではなく、宮城かな、こう完全にもうベオリアに通って変わられたところですが、こういったことを投稿した人がいたんですよ。メダカの水槽内の水を交換したら、5、6時間で、ね、メダカが2匹、エビが3匹死んでしまったと、こんなことは初めてだと、宮城では水道民営化が今月から始まってる。 水質が大幅に悪化しているので人の健康被害も出そうです。こういった投稿されています何が本当かって分からないけどこの人の投稿は本当でしょうだからこういうことですよ外資に水道,を、まあね、水道を売り払うことによって例えばその先ほど値段が上がったりとか安全性とかねそういったもの一切関係なく利益利益利益金金金ってことで好き勝手されるわけですよ。で僕たち国民ってもう手がなないいじゃないですか そういったことを防ぐのが本来政治家の役割なんですが、政治家が旗振り役をしているわけですよ。売国の旗振り役ね。うん。で、麻生太郎ってこういうことを昔言ってるんですよ。もうどうかしてますよ。本当に売国土中の売国土。麻生太郎、過去に水道は全部民営化するって言ってるんですよね。で、東京の下水道がいつの間にかに、えー、ベオリアになっていた、ベオリア・ジェネッツっていうね。このベオリア・ジェネッツって背後に国際金融資本家、ロスチャイルドがいるんですよ。 でえ、翼の太の黒川敦彦さんね、東京15区の補選で散々言われてる方いますが、この方はこのようなこと言ってたんですね。麻生太郎はイエズス会のメンバーであるっていうね、名前がフランシスコって言うって、うん、この黒川さんもまともなこと言ってるじゃないですか。麻生太郎と背後の国際金融資本家の関係に迫ってるわけですよ。うん、だから、 まあ皆さんはそういうのを思ってらっしゃると思いますが、例えば黒川さんがね、あのその東京15区の補選で、まあ、根本さんもそうですけど、えー、パフォーマンスをしたと、うん、パフォーマンスをして、あいつらなんだっていうのかもしれないけど、じゃあこれ考えてみましょうよ、この麻生太郎っていう本当に売国のに対して、えー、日本の水道を売って、えー、実はこの人間は外国の国際金融資本家と通じてるんだっていうことを、僕たち国民に教えてくれてるんですよ、山本太郎さんも、黒川敦彦さんも。 その人たちって少なくとも国民のことを思ってると思いませんかだって何も思わなかったら言わないじゃないですか。か仮にですよ、別に僕は違いますけど、僕がね、えーまあ、政治家だったら、例えばこうやって、ね、しかも水道の、ねえー、外資に売,あの売却、その利権に関係して黙ってるじゃないですか。そう思いませんだから、それを声を上げたり、 国民に教えてくれるっていう時点で、少なからずあの、国民のことを考えてくれるし、えー、いい側面がある政治家だと思うべきなんですよ。それをですね、なんか知りませんけど、黒川はね、えー、なんか選挙でどうのこうの、もうね、どうしようもないやつや、そんなことはないから。うん で仮に本当にそうだとしたら麻生太郎と、ね、国際金融資本家の関係を指摘しないじゃないですか何か僕はこういったことも考慮してるんですよ、まあ、自分なりにですけどあこういうことをねだってこういうことを教えてくれなかったら知ることができないから僕たちはねで麻生太郎っていうのは自分の娘をベオリアの人間と結婚さ,させてますよねこれ当然水道の,その外資による利権のことは関係してますよあ麻生太郎の娘ってこのベオリアの幹部でしたからねうん。 麻生太郎っていうのは一言で言ったら、ねえー、日本の水道会社によっては売国奴なんですよそれだけですよ何がす水道全て見えんかふざけんなよって本当。そういう人間を閣下とか言ってね、うん、なんかだか知らないけどよく言ってんじゃねえよって恥だ恥本当にだから自民党の売国奴なんて支持しねえって言ってるわけですよおかしいでしょ普通に。 でそういったおかしいことに国民が気がつかないとダメなんですよ。で例えばね、じゃあ水,水道民営化はなんでダメなんだって世界が水道民営化してことごとく失敗してるんですよ。そういうい例があるんでですよで世界では そうやって民営化水道民営化っていうのはだめだねっていうことは分かってるんですよ。なぜ日本っていうのは世界でその失敗してる、えー、同じ過ちを繰り返すのかっていう意味が分からないんですよ。まあ意味はね、えーまあ、分かるんですけど分からないって言ってなんか要するに日本が、ねえー、アメリカの属国だからですよアメリカに対して物も,も,も申さないしアメリカっていうかもっと言えばその英米に対して物も押さないからこんな、えー、ことになってるわけですよ。これ考えましょうよっていうことを、えー、今回真剣にお伝えしてるわけですね。 水道もそうですし、少し前に岸田が NTT をね、あの外国会社に売り払うって、ね、NTT 法って大きく問題になってますが、ライフラインっていうのは国が管理するんです当たり前ですよ。水道ってだって、えー、日本国民の生命線じゃないですか、それ何、外資にそんな売り払ってんのうん、意味がわからないんだけど。で、麻生太郎はそのために自分の娘を、そのね、えー、ベオリアってロス・チ人ルドに結婚させてるってことでしょ。うん でこのベオリアっていうのは国際金融商家ロッサイルドのですね、まあその傘下にあるまあ代理人というか代理人会社っていう、たぶんそういった類のものだと思うんですよ。で、ここからちょっと難しくなっていくんですが、えー、ロッャあの、えっ、ー、とね、 麻生太郎のなんていうのかな祖,祖父にあたるのかな、麻生太郎の祖父かな、あの吉田茂っていうのはこのロスチャイルドのマセソン商会っていうののね、えーまあ、関係者っていう養子なのかな、ということで、えー、で今度麻生太郎の娘もロスチャイルドの、まあ、関係者と結婚してると、つまり何を言ってるのかって、麻生太郎っていうのはあの家計家族揃って売国をしてるっていうことです。うん だからあ、ね、日本の水道を日本政府が管理していれば国民のためになりますがそれがひとたび外国外資の手に渡ったら国民のためではなく株主のためにそれが動くわけですよつまり水道料金がどんどん上がるし水道の質が下がる、ねえーまあ、汚いものが入っていても関係なしすべ、うん、て利益、利益、利益国際金融資本家の利益になるから。 うん、そういうことをしてるのが、売国土麻生太郎ですよもう一回言うと、水道はすべて民営化します、ふざけんなよって話じゃないですか。で、えー、過去にですね、えー、このでたらめっていうか、これに世界がまあ踊らされたことがあって、えー、民営化したらインフラが整備されるっていう、まあ、その、ね、ことに踊らされたんですが、実は世界でそれをやったら、整備で,あのできるどころか、水の値段がどんどん上がって、人がなくなったんですよ。うん でつまり、それをやった日本っていうのも、そうなる可能性があるじゃないですか。で日本っていうのは、僕たちが住んでいてね、あのまあ、僕たちは当たり前のようにしてるかもしれませんが、とてもいい国である、その一側面があるんですよ。例えば、ご飯を食べに行ったとき、外食しに行ったときに、ねええーまあ、レストランとか、ファミリーレストランとか、まあ、飲食店とかで、水が0円で出て,か出てくるじゃないですか。外国って水に対してお金取られますよね。 日本って飲食店で水0円で提供されるじゃないですか。これって当たり前かのように思いますが、とてもすごいことなんですよ。そういったものを全部、売国である麻生太郎がぶっ壊しているってことです。岸田もそうですが、麻生太郎ね。うん、だから麻生太郎っていうのはあ、日本国民のためではなく、外資、外,外,資外国のための売国、うん、それをしてるってことです。 でおそらくはっきりとっていうのはわかりませんが、民営化することの利権っていうのもあるでしょうね。自分のところにキックバックがあるとか、そういったことがあるんですが、そこら辺はちょっとわかりかねますけど、とにかくそういった売国をする政治家っていうのを止めないといけないんですよ。ふざけてるじゃないですか。全く国民のためにならないでしょ。マイナスでしかな,な,ないじゃないですか。何やってんのって話ですよ。で、今度、水道を売国してるのは麻生太郎だけではないんですよね。うん。この経団連の人間が関係してるんですよ。 ベオリアの、まあ、日本法人、えー、日本法人社長は経団連の副会長がしてるっていうことが分かってるんですね。うん、だからあ、このベオリアっていうものに関して経団連っていうものが関係してる。だから経団連っていうのも売国の集まりですからね、うん。なんか日本の大会社がって言ってますが、おそらく外国の意気のかかってるものであると思います。だから、ろくなことをや,や,やらないじゃないですか。消費税を上げようって言ってみたりね。 うん、このベオリアっていうのは経済財政諮問会議の、ねえー、民間議員のメンバーが入ってるっていうんですがうこういったところも外国とズブズブに裏でつながってるんでしょうね水道民営化っていうのは日本国民にとって何一ついいことはないんですよでさらにこういった憶測が出てますが外国の手に渡ったらどん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 水道料金上がりますよねでこの今経済厳しいじゃないですか 水道料金が1万円超えたり、2万円とか3万円だったら、国民生活できないじゃないですか。か生活必需品の値段がどん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 物価が上がる、給料はどん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 下がる、水道代が上がる、どうしたらいいのって、うん。だからそういうことを国民が考えないといけないんですよ。別にあの難しい話をしてるわけじゃないからね。別に僕はそんなに正直頭よくないですよ。だけどこういうのっておかしいじゃないですか。みんなでおかしいって思いましょうよ、これ。なんで日本の水を外国に売ってんのわけわかんないじゃないですか。 でこのベオリアの,、ねえー、その手紙っていうか,そのなんか支払いみたいなのを見たら僕も見たんですが英語とか中国語とか韓国語とかがあるんですよ。でどこここ。日本でしょなんで日本語日本語も書いてあるけどなんでそんなたくさん,そんな外国語書いてあるの多様性がとか意味が分からない。多様性いらねえから、うん、いいんだよ。そんないるかって知るかって本当わけわかんねえ。で、えー、料金を徴収するのはベオリアっていうね。うん でこのベオリアの、まあ、人間か、ベオリアの、まあ、日本法人社長は経団連の副会長、野田由美子っていうのが務めてるっていうことですね。意味が分からないじゃないですか。なんでこんなのが経団連の副会長がね、えー、このベオリアの,のにところに、ね、日本法人社長についてるのかっていうのがわけが分からない。これ裏で金回ってるんですよ、うん。で、そのベオリアっていうのはフランスの水道大会社っていうことで、麻生太郎の娘がね、 国際金融資本家ロスチャイルドの、まあ、デ本ン家の、ね、ところに、えーまあ、結婚して嫁い、まあ、でいったとでおそらくそういったところも関係あるしこの野,野田由美子っていうのは意味が分かりませんがあ竹中平蔵と,とともにデジタル田園都市国家諮問会議の有識者が全部後ろでズブズブに繋がってるんですよそしておそらく全て日本のそういったインフラを売,あの売,あの売,売国するっていうことでしょう うん、もう終わってますよ本当にだからあのこれっていうのは別に僕はどうこう言うわけじゃないですけど国民のこの民度の低さっていうのもあるんですよだからさっき言ったように冗談とかでもカッカーとかって麻生のことを言ってる場合じゃないんですよでこのなんか野田っていう野田恵美子っていうのもこんなんでこんなのこんなところに入ってんだって国民がもっときちんとそういったものに厳しい目を持ってれば好き勝手できないんですが全然そんなことないじゃないですか だから経団連っていうね、えー、売国土集団があねその外資の人間が副会長になるっていうこの恐ろしさがあります。 でその経団連の副会長に、えー、そのベオリアの関係者がなってるって、だから日本の水道をどん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 外国に売り払って、経団連も自分たちが儲かりさえすればいいってこと、ね、経団連っていうのは日本を衰退させる団体ですからね、大企業の集まりとかって言ってますが、あおかしいとしか思いませんからな、なぜ消費税を上げるんだって話ですよ、自分たちが儲かるからでしょ、国民生活全く関係な,な,ないじゃないですか。 うんでこのね、えー、実際これ、ニュースになっていたんですが、少し前にね、フランスの水道のまあベオリアの日本法人会長に、野田由美子っていうのがまあ、なったっていうことで、ねこれが先ほどのその経団連の関係者っていうことでね、まあ、こういったことがまあいろいろまあ、あって、であのトグ倉っていうのいるじゃないですか、経団連の会長、で、えー、この野田由美子に対して、えー ダイバーシティを意識してどうのこうのって知るかって話で何が多様性だ多様性いるかってに日本国内のインフラは日本,日本国内、日本政府が守るんだよ。多様性も何もあるかって本当、ダイバーシティ多様性とかね、意味わかんない英語使いやがって、このトークラーもそ,そうですけど、自分たちが儲かりたいだけだらふざけんなよって本当僕思うんですよ。というか多分皆さんもそうあの思ってらっしゃると思うんですが、 そう思わないともうどうしようもないじゃないですか。で、ふを開けてみればどういうことかと,いうと単純ですよね。自民党と経団連が裏,裏でつながってるわけでしょ。だからこれがいわゆる金と票交換してるってことです。国民のこと全く考えてないでしょ。国民の水道の料金が高くなろうが、ね、え水質の,、ね、え水質のなな安全性が担保されなかろうが関係ないと。でもって言えばこういうことですよ。国民が経済的に厳しくなって水が飲めない、水が使えなくなった。あじゃあもうそういう国民知,ら知りませんねって、新自由主義ね。 一部の人間さえ儲かりゃいい、で自民党の大企業は儲かりゃいい、他の国民は困っても知らないとかね、うん、そ,そういったことをする新自由主義、背後にはそのグ,グローバル企業っていうね、外資が関係してるってことで,、うん、で、実際これってのも言われてるんですよ、水道民営化を進めてるっていうのは実は IMF っていうところで、IMF が日本にも悪影響を及ぼして、IMF ってのは世界にもそういった、IMF って多分財務省の後ろにいるんじゃないかと僕は思うんですが、 国際通貨基金とかってね意味不明な団体ですがで国民が苦しくなったらあ国民は水を飲むなあ国民はねい生きる必要がないとかっていうんですがそういうことをしてそことつながってるのが日本の売国土たちで SD○○ 〇〇とかって言って持続可能ななんとか2030年のアジェンダとかって言ってますがすべてあのこの外国の利益のため。 うん、変な意味のわからない英語を使ったり謎のを、ねえー、スローガンを掲げて、えー、日本の主権をどん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 奪っていくっていうそういうことをされてるんですよ。で、えー、これに関してはあってわけわかんないことを言ってる人間がいて、まあ、一般人だと思いますけど大丈夫かなとかって思うんですけどね、うん、あの僕が話したように皆さんも思われると思いますが水道の民営化とかありえないじゃないですか日本国民が困,困るからね何を思ったのかこんなことを書いてるやつがいたんですよ。まじわけわかんないなと普通に思うんですけど うん、水が飲めなかったらコーラ飲めばいいんじゃないのって言うけど、うん、大丈夫か言ってることそういう問題じゃねえんだよ水が使えないってことは何を意味するのかっていう話ですよ例えばね、うん、ご飯食事をした後とに、ね、食器を洗うのにも水を使うじゃないですかで、えーね、水が使えないったら風呂に入る時も困るじゃないですか,だからそういった全ての生活に関係しているところを水が飲めないんだったらコーラ飲めばいいんじゃないのってこういう発言が出てくることじゃどうかしてると思ってるんでね わわけからないですよ皆さんもわけわかんないと思うじゃないですか。僕こういうの,あの調べてるとすげえイラッとするんですよ。意味がわかんねえなと思って。何な,な,なのかなとあの思います。っていう愚痴を吐いて、すいませんでしたということで。で、まあちょっとニュースになっているところを考えると。 東京の水道局がこのベオリアに水道料金への徴収事務を委託しているとこのまま行ったら上下水道を全てこのベオリアに渡るんじゃないかとそもそもねこの東京の水道をいつベオリアに委託したのかっていうのがわからないんですけれどもあの徐々に徐々にこういうことをしているとそういったことが考えられるでこの調べた人がいて麻生太郎の 祖父のもっと先祖なのか分かりませんが吉田健三っていうのが国際金融資本家ロスチャイルドのねそのジャーデン・マセソン商会の横浜支店長でその明治の時から、ね、富を得ていたということでそこからその遺産を養子の吉田茂で吉田茂の孫の麻生太郎が引き継いだと。 で麻生太郎っていうのはこの国際金融資本家ロ,ロスチャイルドの傘下の人間であるので、えー、水道民営化を、まあ、したとだから水道を外国に売り払ったっていうことですよねでおそらくベオリアに日本の水道事業全てを空け家を出すんじゃないかと。 国民が知らないいいいううううちにどんどんどん,どんこういうこことととをしているということで。だからこんな麻生太郎閣下とか言ってはいけないしねだからもう国民がですね一丸となって麻生太郎になんて何の権限もないしもう議員を辞職させるっていう,いうふうにしないといけないんですよだってそうじゃないですか日本の水道を外国に売り払う人間って何あのそんなやつがさ日本のその政治とか重要なことに関係してどん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 日本が苦しくなるじゃないですか。 それを言わわななないいいいいととけででそそううこ言言すよ、ね、それを言ってるのは例えば山本太郎さんあるいは黒川敦彦さん他の人もいるかもしれないけどごくごく少数の政治家っていうことが今回調べてで分かったということです。でこれっていうのは僕が思ってる話なんでね、えー、皆さんがどういうふうに思われるかなっていうことで最後にちょっとお伝えしてみようと思うんですがよくあの、まあ、北海道とかもそうですが日本の水源地を水源を買い占められてるとかって言って中国は買い占めてるって言ってるんですが僕はこれもちょっと疑問です。 ままああ別に中国を擁護しているわけではありませんなん、えー、でかっていう理由があるんですよね。でこの、えー、そもそもこの水源を買われるっていうこと自体まずいわけですよ。中国に買われるっていうことね中国かどうか分からない多分米だと思いますけどねこの水源っていうのはまあ、市とかあ村とかがみんなで利用してるんでそこを買われるってことはそのね、えー、市とか村に水が行かなくなるじゃないですか。だから 本当はこういったことを外国に、えーね、どんどん買われないように、えー、法改正して守らないといけないんですよ。でも守らないでしょ。で、これよくね、あのまあ、別に皆さんはどういうふうに思ってらっしゃるか分かりませんが、その中国のせいだっていうんですけど、違うんですよ。僕、調べたことあるんですよ。これ気になって。そもそもさ、な,なんで中国が日本の水道を買うのかっていうのも、ちょっと意味がわからないじゃないですか。 これ調べたら分かったことがあるんですね。安倍晋三の時に、こうやって外国が日本の水道とかそういったものを好きに変えるように法律を変えたんですよ。だから安倍のせいですよ。安倍とか麻生太郎のせいです。でこれ難しい話ですけど、中国がとかって言うんですが、 あのおそらく日本の創主国は米、で米の後ろに国際金融資本家が控えている、そして中国っていうのも、その中国共産党を設立した時に毛沢東の背後に国際金融資本家がいたんですよ、だから国際金融資本家が土台となって、まあ、あの米と中国にさまざ、あ、ま考え方が分かれていて、日本の売国をしてるんだと思います、そして日本の中にその売国を手助けする人間がいて、それが安倍晋三なわけですよ、あと麻生太郎ね。 うん、だからあー、自民党と創始国米、えー、米と中国が裏でつながっている、そして、えー、日本国内にそうやって売国する人間がいるっていう、このことに気がつかないといけない、そしてそれを率先してやってるのが自民党っていう政権なんで、自民党っていう売国党の集まり、売国政党ですから、自民党の政権交代が早急に必要、そして麻生太郎みたいな人間もどうにかこうにかしてもう議員を辞めさせないといけない。 でそれをほ本当はですね国民に託されているんですが、全くこう,こういった僕は真剣に話す話とかっていうのが、えー、話題にならずに、えーねな、なんだか知りませんけど、おかしいとしか思えないじゃないですか、うん、だからその日本の水道が外資に売られるっておかしいでしょ、でそれを少しだけまあ、ちょっとニュースになっていたんで、分かる限り調べてお話ししました。 麻生太郎があ、ねえーまあ、日本の水道を外資に売り払う、まあ、その指示役をしていますが、後ろには国際金融商家、外国がいる、でえー、それに関してなかなか水面下に、えー、いますが、まあ、僕は調べた限りですが、2人の政治家がそれに、まあ、反対というか、異議のを唱えていた、1人は山本太郎さん、もう1人は黒川敦彦さんだったということで、だからこういったことから政治家を誰がいいのかというのをひ1つ選ぶ。 基別に考え方というのは人それぞれなんで何とも言いかねるところがありますが少なくともこういったものに関して異議を唱える政治家っていうのは国民のことを考えていると、えー、まあ僕は思いますし僕はね例は、えー、山本太郎さんを応援してるんでこういったものに反対してくれてね国民のことを考えてくれていると思ってさすがいい政治家だなと思いましたあとは国民がこれに気づくかどうかそういった話だと思いますまあ僕たち国民が住んでる日本が良くなることを願ってですね、えー、役に立ってればと思いまして今回こちらの件、えー お伝えいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。